皆さんこんにちは。サンブレイズ事業推進室の母さんです。ゆずです。よろしくお願いします。今日は佐伯高校にやってきました。スペシャルなゲストを招いて一日野球教室です。それでは登場していただきましょう。どうぞ。この方です。どうぞ。今やみりさんです。よろしくお願いします。お願いします。岩谷さんはすごい記録を持っとるよね。そうよね。ここにたくさんあるんで、四冠王とかギネス世界記録とかすごいんです。おられます。母さんじゃ絶対無理よね。絶対無理です。そして岩谷さんはあさってお誕生日です。おめでとうございます。年は聞かん方がいいですよね。はい。先日6頭あ、すごいですね。内野が見えるように、見えるようにライター練習できるように、すごい強くなるように、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。それでは野球教室スタートです。この滑った状態をずっとそのまま保って行ってみて。違うね。さすが岩谷さんじゃ。鬼監督がずっと撮影で岩谷さんを追っとったじゃん。なんか自分も打てるような気がしてきたって言っとったんよね。ウケる。ひどい勘違いじゃねえ。でも本当に打てたらどうしよう。岩谷さんのアドバイスはどうでした？良かったです。すぐ変化が良かったよね、はい、打球頑張ってください。ありがとうございます。難しいとは聞いたら難しい。自分でもいつもやるけど、わざと振りにくい難しい打ち方をこれを決められちゃうから間に合わないから、空振りも全然していいから、とにかくこの状態をキープしても大事にしてる。はい、今手を打ったら、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 
いいね、いいですよ。できるじゃん。いいよいいよいいよ、いけるいいよ、めっちゃいいよ。はい、戻す、ジャンプジャンプ戻す、ジャンプバック、ジャンプバック、はい。岩谷さんがバッティングピッチャーでフリーバッティングです。午後も熱心な指導が続きます。これ手伝ってみたかったんよ、念願が叶ったわ。打撃音に注目してみてください。最後はピッチャー岩谷さんに打者一巡で何点取れるかに挑みます。目標は5点です。頑張れ。岩谷さん、今日はありがとうございました。また来てね。どうもありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンで応援のほどよろしくお願いします。2日後誕生日なんで。